スタンドは T、スタンドは T、または、スタンドホープは T、出ガタがガ、スタンドファーム、アイザックエワは T、1806年12月12日から1871年9月9日は、チェロキー族インディアンの指導者であり、南北戦争では、南軍の将軍だった。ミシシッピ川流域軍で大半が、チェロキー族、クリーク族及びセミノール族からなる。 インディアン騎兵隊を指揮した。1862年から1866年は、チェロキー族の大集長を務めた。ワティは1806年12月12日に、チェロキー族国家のウスカロが、現在のジョージア州カルフーウンで、ウアティチェロキー語で、古代の人、キリスト教洗礼名、デイビッド・ウアティと、チェロキー族と白人の根血だった、スザンナ・リースの息子として生まれた。 ワティは、カレジナバック・ワティエリアス・ブーデノットの弟だった。この兄弟は、メジャー・リッチの老いであり、ジョン・リッチとはいとこだった。1827年までに、父のデイビット・ワティは、富裕な奴隷所有の演手となった。スタンド・ワティも、キリスト教徒であり、アイザック・ワティの洗礼名を持つ。しかし、そのチェロキー語の名前、テイカートーカーの英語訳、スタンドファーム、 断固たる態度を取るを好んだ。後に、ウアティーから、ウが落ちて、セイが、ワティーになった。ワティーは、チェロキー族国家のスプリングプレイスにある、モラビア教会学校で英語の読み書きを習い、時には、新聞、チェロキーフェニックスのために、記事作成で貢献し、そのために、ジョージア州の抑圧的反インディン処方に関する、論争に巻き込まれることになった。後に、 ジョージア州北部のチェロキー族の土地で金が発見された時何千という白人開拓者がインディアンの土地に侵入した。インディアンを州の行動から守る連邦の条約があったにもかかわらずジョージア州は1832年にチェロキー族の土地の大半を押収しジョージア州民兵がチェロキーフェニックスを破壊した。マティ兄弟はオクラホマへのチェロキー族移住に 賛成の立場を取り、ニューエコタ条約に署名した集団の一員になった。チェロキー首長グーイスグーイ、ジョンロスに従う、反移住国民党は、約の批准を拒否したが、ワティとその家族及び多くの他のチェロキー族は西部に移住した。東部の種族の土地に泊まった、チェロキー族及びその奴隷たちは1838年にアメリカ合衆国政府にり、涙の道と呼ばれる連行で、 強制移住させられ、その連行で数千人のチェロキー族が死んだ。国民党のメンバーは、スタンドワティー、その兄のエリアス・ブーディノット、メジャー・リッチ及びジョン・リッチなど条約に署名した党派の、者たちを暗殺のターゲットにし、そのうち4人は1839年6月22日に暗殺に成功し、スタンドワティーのみが何とか免れた。兄弟のトマス・ワティも1845年に、 ロスヌ・党派の者に殺された。奴隷所有者である、ワティは、インディアン巡州のスパビノ・クリークでプランテーションを、はじめ成功した。1845年から1861年には、チェロキー族部族会議の議員を務め、その間に、議長も務めた。ワティは、南北戦争の両軍で、順庄の位まで登ったただ二人のインディアンの一人だった。 もう一人は北軍に着いた、セネ家族のイーライエス・パーカーだった。ジョン・ロス州長やチェロキー委員会が、アメリカ連合国支持を決めた後で、ワティは一国騎兵連隊を組織した。1861年10月、ワティは、第一チェロキーキバライフル連隊の大佐に任官された。ワティは、北軍とも戦ったが、チェロキー族の派閥間の闘争や、北軍支持を選んだ。 クリーク族やセミノール族などとも戦った。1862年3月6日から8日、アーカンソー州で行われ、北軍が勝利したピーリッチの戦いでは、ワティーの果たした役割で注目された。ワティーの部隊は、北軍の砲兵陣地を占領し、戦場から退却する南軍を遮蔽した。チェロキー族の南軍指持が壊れた後で、ワティーはその騎兵隊の残党を引き続けた。 サミュエル・ベル・マクシー将軍によって準将に昇進され、キバライフルニコ連隊とチェロキー族、セミノオール族及び王政治族の不評3個大隊から、なる、第一インディアン旅団の指揮を任された。この部隊は、インディアン巡州、現在のオクラホマ州カナディアン側の南に基地を置き、周期的に川を渡って、北軍の支配地内に入った。インディアン巡州、アーカンソー州、ミズーリ州、 カンザス州及びテキサス州を含みアメリカ連合国西部州で多くの戦闘や小ゼリ合いを戦った。ワティの部隊はミシシッピ側の西で他の部隊よりも多くの戦闘を戦ったと言われている。ワティはインディアン準州内では最大の南軍勝利と呼ばれる戦いにも参加した。これは1864年9月半ばにキャビンクリークで起こったものであり。 ワティとリチャード・モンゴメリーガの将軍が襲撃隊を率いて北軍視聴者隊を捕獲しおよそ100万ドルに相当する荷車、ロバ、日用品その他必需品を手に入れたものである。南北戦争中、ワティの家族はテキサス州東部のラスク軍とスミス軍で他の南軍派チェロキー族と共に泊まっていた。この社会は当時テーバー三共同体と呼ばれ、また テキサス州、ベルビューの町名でも呼ばれており、戦士たちはその妻や子供たちが、比較的安全だと分かって、作戦行動に出かけていくことができた。テキサス州東部で苦戦もあったが、チェロキー族や同盟部族の戦士たちは、有能な南軍戦闘部隊として、戦争全体を通じて、インディアン巡州南部やテキサス州北部の大半で、北軍の進出を拒み続け、 1865年6月23日、インディアン巡州の直闘族の領土である、東村トリでのドークスビルの戦いに続き、ワティーは、北軍の代表と、ワティーのミシシッピ川流域軍第一、インディアン旅団との急戦意に署名し、南軍野戦部隊で降伏した最後の将軍になった。1862年、ジョン・ロスが、ェロキー族国家から逃げ出して、 ワシントン DC に向かった後で、ワティは、チェロキー族国家の大主張に選ばれた。ロスの支持者はこの時少数派になっており、ワティの選出を認めることを拒み、北軍、チェロキーと南部、チェロキーとの間に交戦状態が起きた。南北戦争が終わった後で、両派は、ワシントン氏に代表を派遣した。ワティは、母族と別に、南チェロキー族国家の部族公認を、 アメリカ連邦政府に要求したが実現しなかった。連邦政府はその代わりに1866年に北軍チェロキー族と条約を交渉し、ロスを正当な大宗教と宣言した。チェロキー族国家の中で再度敵対関係が起こるものと思われたが、ロスが死んだため、選挙のやり直しが必要になった。1867年の選挙では妥協派の候補者で、 ある決起盛んなルイス・ドーニングが選ばれたが、やがて彼は鋭敏で、政治的に抜け目の内大集長としてちまわり、最終的に平和的な再統合にこぎつけた。ただし、部族内の緊張関係は20世紀に入っても、表面化で続いた。スタンドアティは、カウボーイシンガーのドーン・エドワーズの歌、雇用手の中で歌われている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。